ロドリゴロペスムニョスは、メキシコメヒコ州、トラルネパントラデバス出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。8歳の頃に、フェルナンド・バレンズベラに憧れて、野球を始める。1994年に、メキシコカキリーグリーがメヒカーナでベースボールで、プロデビュー。1995年3月17日に、サンディエゴ・パドレスと契約して、アメリカ合衆国に渡る。 2000年にメジャーデビューを果たし6試合に登板するが、翌2001年は右肩を痛めたためメジャーでの登板機会がなく、シーズン終了後の10月15日に FA となった。その後メキシコトーキリーグリーガメヒカーナデルパシフィコやカリビアンシリーズでの高騰が認められ、2001年11月23日にボルチモアオリオールズと契約。2002年、オリオールズはロッペスを 参加のマイナーリーグトリプル A 級で投げさせるつもりだったが、スプリングトレーニングでリリーフとして高騰したため開幕メジャー入りさせる。4月下旬にロペスは不審の女子タワーズに代わって先発ローテーション入りし、ロドリゴはおそらく我々にとって最大の驚きだ。かけで大当たりが出たようなものさと味方からも驚かれるほどの高騰を続ける。7月には 球団史上1979年5月のデニス・マルティネス以来となる月間6勝0敗を記録し、月間最優秀新人に選出された。最終的に新人選手としてリーグ最多の15勝を挙げ、新人王投票では2位となった。その後は先発当板を中心に、毎年約35試合に当板し、開幕投手を3回務めた。しかし二千六年、 この年からオリオールズの投手コーチに就任したレオ・マズオニーに、早いカウントでは、ファストボールでストライクを取れと指導されたことで、テンポよく打たせて取る自分の投球スタイルを見失う。最終的にリーグ最多敗戦、最多自責点を記録した。シーズン開幕前に行われた2006年のワールドベースボールクラシックには、メキシコ代表として出場したが、 米国戦と韓国戦の2試合に登板して2敗を喫している。2007年1月12日にマイナーリーガー2人とのトレードでコロラドロッキーズへ移籍した。同年14試合登板に止まり4月から5月にかけて右肘を痛め6週間戦線を離脱。7月26日のローサンゼルスドジャース戦で腕を痛め故障者リスト入りとなり8月22日に トミー・ジョン手術を受けた。シーズン終了後の10月31日に FA となった。手術から1年後の2008年8月22日にアトランタ・ブレーブスと契約したが、メジャーに昇格することなくシーズンを終えた。2009年3月5日、フィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約。アントニオ・バスタルドの故障者リスト入りによってメジャー昇格を果たし、 7月3日のニューヨークメッツ戦で2年ぶりにメジャーで登板した。7試合の登板で防御率5.70の成績で9月8日に解雇された。12月16日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。2010年は招待選手としてスプリングトレーニングに参加。6試合の登板で防御率1.64、ホイップ0.91と高騰し、 開幕メジャー入りを果たす。レギュラーシーズンでは200イニングを投げ4年ぶりに規定投球回に到達したが、両リーグ最多の37非本類だと2度目のリーグ最多敗を喫した。11月1日に FA となった。2011年1月31日にブレーブスとマイナー契約を結び、5月26日にライアン・バクターとのトレードでシカゴ・カブスへ移籍した。 10月30日に FA となった。2012年1月19日にカブスと再契約した。11月3日に FA となった。2013年は第3回 WBC メキシコ代表に選ばれた。1月22日にフィリーズとマイナー契約を結んだが、3月22日にフィリーズを解雇された。 その後、メキシカンリーグの古巣、メキシコシティレッドデビルズに加入した。メキシコシティでは15試合に登板し、4勝3敗、防御率5.49だった。ありがとうございます。